柔らかたまじくを本日もやっていきましょう。さあ今日は久しぶりの直感、超切り抜きアートの星さんを目指してやっていきましょう。難易度が高くなって真ん中から選択しなくちゃいけない系が出たら、あれだね、アドバイスいただいたやつが参考になるはず。これ、上向きにいってるからこれでいいんだよね。よし、いいぞ。これは回転してるだけだからこれでいいのか。これは端っこの方だから自分で考えろってやつだな。考えるもクソもないような気もするけどな。直感だからな。これは上の方に広がっているからこれだ。おー、いいね。なんかすごい。うまく決まっている感じがする。これは放射状だから下向き。これか。すげえ。本当に直感でできちゃう。これか。いいね。これは下の方で回ってるだけだからこれだね。ちょいと来たよ。左の方へ行っている。からこれか？ OK。放射状に広がっているやつのどれを見るかっていうのは結構大事だな。でもちょっと待って、これ全部放射状に広がってるからわかんねえ。待ってくれ、どれなんだってばよ。これか？あー違ったよ。下の方に広がっている。すげえな、これは判断しやすい。こっちわからん。わからんって。あーもう。ダメだ。放射状に広がるんだったら真ん中でやってくれないとダメだな。端っこの方だとな、なんか選択肢がうまく削れないというか。まあ、単純に超エリートの問題が難しいの多いっていうのもあるんだけどね。でも前半かなり調子良かったから、あれだね、超エリートをどれぐらい超えられるかっていうのに焦点を合わせられる。そこに集中できる分、これはいい、あれだね、アドバンテージになっているような気がする。下向きに進んでいく。これは先端だからこれだね。だからできれば、あー間違えちゃった。こういうところって、あれちょっと待って。なるべく素早く行きたかったんだけど、ちょっと失敗してしまったね。こうだ。わかりそうなやつとわからなさそうなやつの違いを見極めて、これか？いいね。早く解けるやつは早く解いちゃう。厳しそうなやつはじっくり考えていく。これだ。これだね。さあ、超エリート来たよ。真ん中は放射状だからこれだ。おー、いいね。左、左、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。これか？オッケー。右端に進んでる、これかい？やー！右端に進んでいる他のパターンを用意しておくれ。これか？うー。右上。ああ重なりすぎなんだよ、くぅ。ちょっと後半の、あれ、同じ色を重ねまくるのやばすぎるだろ、あれ。なんか、本当に正解する気があって解こうとすると、めちゃくちゃ考えちゃうな。本当に、どうせこれでしょ、みたいな直感で、運よく当たってくれるっていう前提でやるんだったらな、パッパと選べるのかもしれないんだけど。あれは本当に直感で、ああ、これねって、一言で言えるぐらいまでになるには一体どれぐらいかかるんだろうな。果てしない感じがするぜ。ほんと、脳みそが考えていないというか、むしろ脳みそしか考えていないみたいな。俺自身はそんなに頭を使っていないみたいな状態で、ああ、勝つには一体、どれぐらいの修練を積むべきなのかという感じ。これは放射状だからこれだ。いいね。右側に進んでいく。放射状でやる。放射状の攻略パターンを解いただけでなんかすごい、滑らかに進んでいる感じがする。ちょっと待って。これ放射状、右じゃないから。これか？こっちかな？あ、出た。左に進んでるからこれか？ OK。これかな？違ったじゃないのよ。これはね、上の方に進んでるからこれだ。左端これかな？いいね。あ、なんだ？通り過ぎじゃないかな？くそ、なんか動きすぎてわかんねえと思ったら今度は急に止まってきやがった。うん、でも放射状の正解率が非常に良くなってるな。苦手だった分が超えてるっていうのはやっぱり大きいな。逆にね、その、他の苦手な分野が何なのかっていうのが見つけやすくなるからね。これは、あ、こっちでいいんだよね。違った。1ミスでかいけど、あんまりそうでもないというか、もっと後半でのミスを考えた方がいいだろうから、
ここは、あれだね、とりあえず、超えて超エリートに行くまでを、頑張っていきたいところ。どの辺が苦手なんだろうな。これか？オッケー。これもなんかパッと視点を動かした時の、あれ、感覚が近しいとすぐわかりそうでは。あるんだけど。下すぎませんかね、これ。これか？ダメか。なんかね、この視点をパッパって、この切り抜かれている部分と、その選択肢の部分をパッパッと視点を合わせて、それがうまくいくと、本当に静止画を見ているような感覚で、素早く、あ、これはこれだなっていう風に対応しているものを発見できるみたいなのがあるんだけど、うまくいかないと結局、うまくいかないんだよね。という感じ。ちょっとパッパッとやってみるか。間違えた！くそ！パッパじゃないよ。パッパ。こうか。パッパ。ん？ん？これか？危ねえ。パッパ？こうだ。パッパ？これだね。いいよ。パッパ？ああ！絶妙な位置。左に進んでいる。これか？違った。左側の選択肢を出すんじゃないよ。赤色が重なっていく。パッパ？これかな？いいね。パッパ？あんまり似てない選択肢で間違えてるとちょっとショックがでかいな。真ん中だから、これか。パッパ？下向き？上向きに進んでいる。パッパ？これか？いいね。いやー、でも正解するところはちゃんと正解したな。ただあんまりそれで早くやろうみたいな意識が強すぎると今度は、今の段階だとミスが重なるって感じだね。ちょうどいい塩梅でいけるといいんだけど。パッパ？ん？これか。パッパ？左。違うんかこれ。羽の向きだから。あ？これか。え？ひどくないかい？俺の実力に対してひどくないかい？これ真ん中。むしろこの放射線上真ん中が来なくなったことによって、正解率が下がっているまであるな。真ん中放射状早く来てくれ。お、真ん中だけど、放射状ではなかったね。これは、上に進んでるからこれだ。お、放射状だ。放射状だけど、上向き、これか。いいね。放射状だとこれ、なんというかロジックがもう決まっているから、すごいシンプルでわかりやすい感じがする。これだ。これ真ん中で回ってるからこれだ。右に進んでいるから、ここ、ダメか。悔やまれるな。ちょっと焦ってしまったな。まあ、600でな、もう一問正解したところで、800には届かないんだから、もう少し冷静にやれよっていう感じだったな、最後のは。これは、これだね。とりあえず前半はこれまでと同じ、パターンの解き方を大事にしつつ、放射状が苦手だった分はその解き方を工夫していくやり方で何とかして、端っこだからこれだ。その、いろいろを重ね合わせることによって、正解を導き出して、素早い得点ゲットしていこうじゃないか。いいよ。右下に進んでいくからこれだ。これは放射状で左側、これじゃないから、こっちか？これか。オッケー！いいよ。ちょっと思わず、でかい声が出るぐらい嬉しい。さあ、左側、右側だね。いいよ。さあ、ちょい入りと、回っているものをよく見て。これか。いいね。回っているものをよく見て。回っているものの速度を見ると、これか。よし。右側。緑色が重なりすぎてもう何が何だかだな。とりあえずミスがなかったのは良かったな。だがベストには届かないか。着実になんか、
コツをつかんだなっていう実感は得られたんだけど、ただどう頑張ればいいのかっていうのはちょっと見えてこないな。超エリート2問解いてこれだもんな。速さが足りてないということで良いのだろうかな。左側これだね。星の位置を見て、オッケー、これだね、これだね、赤色これだね、よし、オレンジ色の割合を見たかったんだけど、重なりすぎててオレンジの割合が低かったね。これは中央から上に行ってるからこれだ。左端から進んでいくからこれだ。紫色、オッケー、今のはいい感じに直感力が働いたね。さあ、ここ大丈夫。左に進んでいるやつだから、これかな？違ったー！その、ロジックにこだわりすぎてはいけないな。これは端っこの方で回転しているからこれだ。よし。羽の飛び方を見た。真ん中で回っている。さて。くそ。どうかな？これもう一問言ってたら、いけたかな。てか、1ミスがなければいってたかなっていうぐらいだな。ベスト更新いいね。うん。今のはすごい調子よかったな。さあ、今日、あと2回かな。ちょっと待って。これは端っこだからこれか。やはり前半を素早く超えるっていうのは大事だな。ここだ。動いている部分をよく見て、動いている部分をよく見て、動いている部分をよく見て、いいよ。動いている部分をよく見て、動いている部分をよく見て、動いている部分をよく見て、いいね。動いている部分をよく見る。素晴らしい。さあ、こっからだ。さあ、よく見て。これだ。オッケー。これだ。よし、見えた。これは放射状だから下向きに進んでいるのをよく見て。これか？これでいいんだよね。よし！素晴らしい。ちょっと、薄くないか？薄くないか？さあ、ここ。放射状に上に広がっているよ。上に広がっているから、これだ！素晴らしい！あと一問！上。これか？よし！あ、左！最後ひよったー！ひよったけど。オッケー！よかった！超エリート6問だよ。ということは、これ上級も、もうちょい早ければ5問正解で次いけてたかもしれないかな。いやー、いけたね。よかった、よかった。いや、今回のは特にね、ほんと絶望のような、これどうすんだよっていうのをちゃんと、あれ、いい、あれだね、解き方を知って攻略できた上に、それがちゃんと自分の頭の柔らかさのために頑張ってくれているというのが非常に良かったね。なんというか、この解き方を解くともう頭使わなくても解けるとかだと、ちょっとずるいかな、みたいな気持ちになっちゃうんだけど、そうではないね。あくまでもその解き方のための鍵を手に入れて、その鍵を開けるのは自分の力みたいな、そういう感じのいいストレッチができたような気がしますね。何を言っているのかよくわからないけど、まあとりあえず非常に良かったと思います。さあ、順調に星さんも集まってきているので、まだ他のやつも明日以降頑張ってやっていきましょう。といったところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。